はい、皆さんおはようございます。といってももう昼です。さっき出勤してきました。暑いね、やっぱり。やっぱ暑いわ。今日はね、素敵な届け物がついてます。それを今受け取って、封をカッて開けて、あ、開けたらあかんわ思って、そのまま上がってきた。だから中見てないんだけど、中身は分かってるのね。ハートランドのプロトモデル、パートのお姉さん、ここまで開けてくれてはって、あっ、ちょっと戻したい。そう、もっと感激あったけどね、ここで開けたらね。今までね、動画とかで使ってる試作のロットがあったんですけど、まあ、僕の中では試作プロトモデル、まあ製品ってあるでしょ。最終プロトとか言ったりするじゃないですか。試作の前もあるんですよ。叩き台っていうやつがあるの叩き台があるので、ない時もある。でこれはもう完全にプロトモデルです。これベートフィネスやね。最近ビビビショットの新しいのが出たりして、フックはワイドゲープ、ショートシャンクとね、この間説明したと思うんですけど、使用頻度が非常に高くなってきている部分もあって、今回作ってもらいました。デザインはね、もうとりあえずありもので作られているので、あまり気にせっとってください。あ、グリップそんなんなるんですねって、いや、わかんないっすっていうやつ。こんな感じだね。なかなか素敵なんですけど、叩き台から説明していこうかなと思います。まず僕が使ってたのがこれね。これ7フィート7インチあります。新山77を作る時にプロトだったもの。だからここのグリップがこうなのね。ここをガリガリ削ってこうなってます。これがね、まあまあ使いやすいんですよね。割と使いやすかった、使いやすかったんだけど、もうちょっとやっぱりね、ソリッドの方が面白いんじゃないかと思って作ってくれたのがこれなんですよね。これはまあダイワの既製品のスピニングモデルをそのままベートにしてって言ってしてもらいました。これがまあまあ使いやすい、今のところね。だからこれが一応試作品ですね。プロトになる前の適当に作ったものです。要は適当。センターカット2ピースってことは、ハートランドのスタンダードモデルやね、これね。いつもなら硬さ調整とかそんな感じなんですけど、大きく違います。今回は大きく振ってあります。これどれも欲しくなるはずで、あー、もうこれが一番楽やけどな。はい、これはソリッドで割とバットがしっかりしてます。こいつは、あー、一番普通っすね。これ出す必要ないかな。あ、でもこれはこれでいいな。要はチューブラーかソリッドかなんですよね。これがまあドット3やね。うん、ドット3何でも使える。ただ穂先がね、曲がらない分手元に重たく感じます。はい、こっちの方が、あ、でもちょっと柔らかいんかな。まあこれが一番普通かな。でこいつがまた違うんだな、鍵曲がり。こいつ全然違うやん。試作品の方がいい感じがするな。これなんでだ。却下かな。これ全然叩き台のやつの方が良さそうな気がするもんな。これだったらな、7フィート2インチやな。72でこんなに違うか。やり直しやな、これな、多分。なんかこの感激するだろうと思って開けて、そうじゃないと嫌だな、もったいやな。あ、これが一番そっくりなやつやね。だからこいつに合わせて作ってもらったモデル、うん、一緒は一緒やねんけどな。設計図ほぼほぼ一緒やのに、なんでこうも違う。2インチの違いか。グリップの長さは一緒で、これは全然ここだって太いもんな。これはここが太いからこうなってるんだね。なんでこんなに違うんだ。これいいな、こいついいで。うおーってならへんだね。なんかなんやろ、どうしようかな。出ないな。携帯切ってるんかな。あ、もしもし、
一世の村上ですけれどもお世話になってます。お願いしたいんですけども、会議中じゃないです。うん、お願いします。はい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 、いいんだな、残念。はい、まあまあとりあえず来ました。これでロケとかにこれが使われていきます。僕が最近やるようになったのはベイトっていうのが、太いラインを使って釣りができるのね。スピニングはこれができない。プロロの8ポンドを使ってスピニングでライトリグをしようとしてもなかなかできないのが、ベイトやったらすごくトラブルなくできるんで、例えば 5g のルアーとかを使えるというのがまあメリットかな。関東行ってビビビショットの釣り打っていくじゃないですか。スピニングでベールを返さないといけないっていうのがあるのと、あとカスミはフルスイングすることがあまりない。キワにおるんで、なんやったらもうリールの背のいらないじゃんっていう、円筒背とかいらないやんみたいな、糸巻き装置でしかないんですよね。そしたらギア比が高くてコンパクトになる。コンパクトになったらもう今はスピニングより軽くできるじゃないですか。手元に収まるっていうのがあって、ただ本当の繊細な釣りというか、魚がこう加えてワームを浮かしてその違和感を感じるのはスピニングの方がやっぱ感じやすいんですよね。ホールドしてる時の指の握った状態、ベイトは広がってるじゃないですか、スピニングが閉じてるでしょ。それが多分そこに作用してるのと、手を離した時にこっちの場合は転がろうとするとするじゃないですか、ね、スピニングの場合はそのままもうハンギングしてるでしょ。だからその部分のせいかなと思います。ガイドなんかでもこっちの方が多いことが多いじゃないですか。こっちっていうのはスピニングよりもベイトの方が、ってことは物理的な感度はスピニングよりベイトの方がいいはずなのに、体感的な感度、要は当たりの取りやすさとかいうのがスピニングが優れてる気もします。ただバスって分からへんなっていうような当たりがあってもホールしてるんで、遅めに合わしても全然ぴったしフッキングできるっていうのが特徴の魚なんで、あんまり感度にはこだわらなくていいかなとも思ってる。ただ分かるということって気持ちいいんで、あ、今当たったとかいうのがね、情報量が多くなるから頭の中で妄想は描けれるし、緻密な妄想ができるのが楽しいよね。あー、でも今回ちょっとこのプロトモデルよりも前の試作品を使いたくなってるのが悲しいね。また新しいモデルが来た時に、お話をしたいなと思います。